はようございます。佐藤一切の原子力には禅の教えに通じる言葉がいくつもございます。こんな言葉があります。面表、面は礼ならんことを欲し、背は段ならんことを欲し、胸は虚ならんことを欲し、腹は実ならんことを欲すというものです。越川治樹先生の人間学原子力という書物にあるこの文章の訳を参照します。顔面や頭は冷ややかでありたい、背中は温かでありたい、胸はすっとして使えないようにしていたい、腹は丹田に力が入っているようにしていたいというのです。越川先生は一切は常にこのような健康な状態でありたいと努力したのであるとこう解説されていますが、健康というのはまさしくこの面が霊であり、背中が温かであり、胸は虚であり、腹は実の状態であると言えましょう。その逆が面表が温かで背中が冷たく、胸が詰まって腹が虚になると、頭がカッカカッカしてしまい、背中がゾクゾクしてしまって冷えて、胸にいっぱい思いや煩いを抱えて、お腹はぺしゃんこになって力が抜けてしまっている状態でありましょう。こういう状態になっていることは案外と多いかもしれません。現代の生活では特にそのようになってしまう傾向があるように思われます。情報が多すぎるのでありましょう。目を刺激するもの、耳を刺激するものがあまりにも多くて、頭であれこれ考えてしまって頭の部分が熱を持ってきてしまいます。頭がスーッとすっきりや爽やかとはなかなかいかないのではないでしょうか。冷えというのも現代においては大きな問題の一つです。万病を引き起こす原因ともなります。そしてこの胸にはいろんな思いや煩いを抱えていて、感情に振り回されているのではないでありましょうか。その結果お腹の力は抜けてしまうようになりがちであります。越川先生の解説の中には、原子力を紹介の著者飯田伝一氏は、顔が冷たい冷静ならば醤油を迫らずことにあたることができる、背中が温かいならば熱烈人を動かすことができる、胸中虚ならば外試験、わがままな意見や試験、私の見解を去りうることができるので最も公平を保ち得られる、腹丹田に力を注げば大殿自弱として動じないと言っている、というふうに説かれております。正座法、静かに座るとこう書きます。正座法を広く進められた岡田虎次郎は、人間を頭の人、胸の人、腹の人の3つに分けて説いております。岡田虎次郎の言葉を紹介しましょう。丹田、おへその下です。丹田が神聖の殿堂であると、伝道が立派にできて神聖が伸び、本当の人間ができるのである。人間に講義をつけると、頭を主とした人が一番下の人である。知識を詰め込むことばかりして頭ばかり大きくなって、まるでピラミッドを逆さにしたような倒れやすい人になる。人真似くらいはできるが、創作も発明も大事業もできない。次に胸を主とした人、これが我慢の人である。日本で古来偉いと言われた人にはこの種の人が多いが、こんなことではまだダメである。下腹、下腹を中心とした人、神聖の伝道を築いて神聖を伸ばした人、神聖は神という字と性質性格の性という字を書きます。神聖を伸ばした人、これが情の人である。この人こそ心身の遺憾なき発達を遂げ、力はその内部より湧き入れ、大安楽の心境を作り、己の欲するところをなして、のりを越えざるところの人になるのだ。
星座はこの上の人となるために物理的に最も安定した姿勢を取るので、私の示すところと一号の違いがあってもよろしくないと、まあこういうふうに説かれております。家福を中心とするところは禅の教えそのものであります。家福を、下腹を充実させるということは、単に健康にいいというだけではなく、人間としての生き方にも大きく関わるものであります。白隠禅師は常に新規をして、機械、精輪機械、丹田、陽脚の間に満たしめ、神武、繁盛の間、賓客、友情の席においても、片時も包帯せざる時は、元気自然に丹田の管に充実して、成果固然たることを未だしのうちせざる、まりのごとしとこう説かれております。どういう意味か、難しい言葉ですから、どういう意味かと申しますと、常に、丹田に気を満たしめて、どんなに仕事の忙しい時も、あるいはお客の応対に追われているような時でも、下腹の力を片時も抜かないようにしていると、自然に気力が丹田に充実して、おへその下がまるでマリのように充実してくると、こういうのであります。白隠禅師の内観の法というのがございまして、これは意識を機械、丹田、陽脚、促進、下腹、腰、足の裏に集中させるものであります。意識を向けると、そこに自然と気が集まるのです。この自分のお腹こそが本当の自分だ、このお腹こそが我がふるさとだ、このお腹こそ我がお浄土だ、という言葉を用いて意識を集中させるものです。私が尊敬申し上げている伸び止めの平林寺の松竹寛山老師が、禅文下の259号でこの内観の法について詳しく親切に解説くださっております。松竹老師の内観の法のこの文章の意訳を参照させていただきましょう。我がこの機械、丹田、陽脚、促進は本来の自分。本来の自分はどんなだろう。我がこの機械、丹田、陽脚、促進は心のふるさと。心のふるさとはどんなだろう。我がこの機械、丹田、陽脚、促進は心の安らかな世界。心の安らかな世界はどんなだろう。我がこの機械、丹田、陽脚、促進は阿弥陀様の世界。阿弥陀様の世界はどんなだろう、まあ、というのであります。こういう意識を用いて家福に気を集めて充実をさせるのであります。その時には腰を立てることが肝要でこうございます。腰を立てると自然と家福した腹に重心が収まります。すると自然に頭はすっきり爽やかになるものでございます。禅の教えというのは、単に教理、理論を理解するのではなくして、この体において深く納得をして、感情を波立たせずに冷静に物事の判断ができる人格を形成していくものであります。今の時代なればこそ、頭は涼しく、お腹は温かになりたいものでございます。ではそんなわけで、腰を立てて呼吸を整えましょう。まず足の裏でしっかりと床を踏みしめて、立ち上がるぞという気持ちで足に力を入れて、お尻を5センチから10センチ少し持ち上げて、ストンと下ろして、腰を立てて肩の力を抜きます。息を吸いながら肩をぐーっと持ち上げていって、吐くと同時にパッと下ろして、息をぐーっと吸いながら肩を持ち上げていって、吐くと同時にパッと下ろして、最初の一息を口を開いて強く吐きます。自分のお腹に溜まっているものや胸に抱えている思いや煩いごとを全部吐き出すつもりで、と吐き尽くして、
その後口を閉じますと自然と鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってきます。その時には体の隅々まで空気が行き渡るのを感じながら、ああ嬉しいな、ありがたいなと思わず微笑みがこうこぼれてまいります。その後は口を閉じたまま微笑んだ気持ちのままで鼻から出たり入ったりする息を見つめて座りましょう。ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。